ミハイル・バフチン、ミハイル・ミハイロビッチ・バフチン、ミカイル・ミカイロビッチ・バフチン、1895年11月17日から1975年3月7日は、ロシアの哲学者、思想家、文芸批評家、記号論者、対話理論、ポリフォニー論の創始者、記号論のタルトゥー学派の祖、おりょうに生まれ、ノボロシースク大学から転学、ペテルブルク、 ペトログラード大学を1918年に卒業。バフチンの著作は多岐にわたるが、文芸批評、歴史、哲学、社会学、人類学、心理学といったバフチン自身の専門分野はもとより、マルクス主義、記号学、構造主義といった、必ずしも専門分野とは関係ない学者に対しても大きな影響を与えた。1920年代に、 ソ連で勃発した文学、美学論争にバフチンも積極的に関わったが彼の仕事が広く知られ評価されるようになるのは1960年代にロシアの学者によって再発見されるまで待つ必要があった。ドストエフスキーの史学初版においてバフチンはそれまでのドストエフスキー研究を登場人物の思想や心情と研究者が対等に立って 実在の人物のように批評、批判するものや、逆に、登場人物の思想や人格を、作者の思想や人格の表現として分析したものであって、どちらのやり方も、小説のテキストをそれ、事態として捉えたものではないとして批判した。すなわち、登場人物を実在の人物であるかのように扱い、それと対等の立場で論争、批評してしまうような研究では、 作品全体の構造を捉えることはできず、また、その分析の内容も、文学作品としての固有のものではなく、歴史学、社会学的なイデオロギー分析に留まってしまう。他方で、そうした、諸人物や事件を、作者の思想の表現として捉える研究では、筆教、作者のイデオロギーの分析になるか、あるいは、電気的な研究へと分析は逸らされ、 そのような登場人物の作者とは異なる固有性は捉えられず、また登場人物の間の関係も特定の登場人物、あるいはその思想を引き立て、あるいはけなすという機能からしか把握されない。バフチンはドストエフスキーの小説の画期性を、その登場人物があたかも独立した人格のように多面性を持ち解釈の主体として振る舞い、 時には独自の思想の視聴者として振る舞うことで人物相互の間に対話が成立しそのような対等かつ撃的な対話性において小説以外のジャンルでは表現困難な現実の多次元的多視点的な表現が可能になっていることであるとしたこのような視点はバフチン自身の哲学的言語学的な対話主義の思想に裏打ちされている バフチンは、真理は、特定の視点によっては表現することはできず、どれほど複雑かつ高度なものであっても、常に、複数の認識の視点と、一つの視点との相違は、還元不可能なままに残ると考えた。この相違を還元不可能なものと見る視点からは、複数の限定的な視点を、より工事の複雑かつ総合的な一つの視点によって、完全に組みつくし、代替することはできないことになる。 バフチンは、ドストエフスキーの詩学において、ドストエフスキーとレフトルストイの文学の明確な差異を、画期的なポリフォニー論などによって示した。ドストエフスキーの文学においては、上記のように客観的に叙述し得る、単一的な真理は存在せず、各人の思想が否定されずに尊重される。格闘上人物は、作者ドストエフスキーと同じように、一人の人間として、 思想や信念を誇示する権利が与えられている。それはすなわち人格の尊重である。ところがトルストイの小説においては、しばしばトルストイの考えに登場人物が近づくことが真理への到達と同視される。そしてトルストイと反対の意見を持つ人物は、しばしば自己完成からはほど遠い人物として描かれるのである。バフチンはこれをモノローグな構成として批判した。 カーニバルとは古代より続く国や地域の違いによって様々な形態をとる祭りのことである。カーニバルにおいては人々の間に通常存在する社会的、身分的な距離が取り払われ、無遠慮な人々の交わりが見られる。また、カーニバルは動物が人間の衣装を着たり、貧民が国王に扮して国王の衣装を着たりする価値倒作の世界でもある。 古代より広場はカーニバル性を持った場所であった。バフチンによれば特に中世の人々は規則にがんじがらめの生活とカーニバル性を持った広場における生活との二重生活を送っていたという。カーニバル広場においては不謹慎、神聖なものに対する冒涜や格下げなど明けっぴろげな生活が見られたという。文学とカーニバルの関係は古く。 古代においては、ルキアノスやセネカなどの文学に如実に見られる。ルキアノスを、その代表者とする、古代のメニッピア、メニポス流の風刺と呼ばれる文学が、カーニバル文学の源流である。メニッピアの文学においては、オリンポースの神々の格下げが見られたり、地獄の顕著なカーニバル化などが見られる。地獄は、地上のあらゆる地位の人たちを対等化することから、 典型的なカーニバル空間である。文学におけるカーニバル性とは、国王の体感と脱感、地位や役割の交代や変装、両義性、シニカルで不遠慮な言葉、などに見られるものである。価値盗作の世界を作り出す効果を持つ。また、中世によく見られた笑いを隠れみのにしたパロディにも、強いカーニバル性が見られる。中世においても笑いによってならば、 聖なるものを俗的に扱うことが許されたのである。清子と俗の交わりや交代、否定、嘲笑と肯定、歓喜、死と再生、などが笑いの中で行われた。笑いは社会風刺のためになくてはならない要素であった。カーニバル文学においても、笑いは極めて重要な要素である。カーニバル文学の代表例としては、フランソワラブレイやセルバンテスの著作がある。 特にバフチンはドン・キホーテをカーニバル文学屈指の名作として高く評価している。そしてドストエフスキーの文学は古代より続くカーニバル文学の系譜に忠実であり同時に進化させたものであるという。いわばドストエフスキーの文学は現在までのところカーニバル文学の最高峰にあるということである。フィンランドのケロプダス病院において開発されてきた。 対話による心理療法、オープンダイアローグにおいて、バフチンは理論的な柱の一つとなっている。この手法を支える理論には二つのレベルがあり、それぞれ、私学とミクロポリティクスと命名されている。私学には三つの原則があり、それぞれ不確実性への体制、対話主義、社会とワークのポリフォニーと呼ばれている。クライアントとの対話ミーティングでは、 こうした思学の原則に基づいて、治療的対話が生成されることになる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。